どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースや出版企画の先生をしています。今回のテーマは選ばれる人になる条件です。先日編集ライター養成講座総合コースの卒業式に参加してきました。この講座どういう講座かっていうと、出版業界で仕事をしたい方、キャリアアップしていきたい方、そして自分の本を出版したい人向けの講座になってます。僕もですね、2020年からかな、書籍の企画とか企画の基本みたいな講座を担当させてもらってます。この卒業式に参加できたんで、受講者の方々とお話ししてたんですけど、多くの方がね、同じ不安を口にされるんですよ。それはですね、自分の武器を見つけてくださいって講座の中で何度も言われたけど、結局見つけられませんでした。いやー、これね、すごい僕も気持ちわかるんですよね。これはもうね、出版だけでなくあらゆる仕事でとっても大事って言われてるし、しかも難しいってされてることですよね。編集者とかライターに、ね、なっていく人はもちろんですが、著者としてね、本を出す側に回るためにもめちゃくちゃ大事な話になります。なので今回はですね、僕が仕事における強みについて、大切にしていること、つまり自分の強みの見つけ方についてお話しします。選ばれる人になる条件、気になる方はぜひ最後までご覧ください。見当外れの強みより大切なこと。卒業式の時に何人かの受講生の方が不満そうな顔してね、自分の強みに疲れませんでしたとおっしゃってたんで、僕がアドバイスというかお話しさせてもらったのが、現時点での強みなんてなくていいんですよっていうことなんですよ。というのも、何かを始める前に強みだと思っていることって、実は見当外れの可能性があるんですよ。やっぱりこう実際にやってみて周りの方から褒められたり、すごいですねって言われた部分なら強みの可能性もあるんですけど、何か始める段階では正直あんまり見当外れな、これが強みかなみたいなものを持ってるよりは、例えば依頼された仕事のプラスアルファを提供して相手の方に感動してもらえるとか、企画意図に沿う形で気を利かせることができて喜んでもらえるとか、そういうね、ちょっとした差を積み上げられる方の方がおそらく信頼はね、できていくと思います。こういう話をさせてもらってね、受講生の方は、あ、なるほど先生、そういうことなんですねと、やっぱり今は武器なんてなくてもいいから、目の前の仕事の期待値を超えられるかっていうところに全力を傾けるべきってことですよねっていうふうに結構ね、皆さん納得してくださったんですけど、とはいえですね、分かりましたと納得しつつですね、でもやっぱり自分の強みの見つけ方って知りたいなって思うものだと思うので、卒業式では言えなかったんですけど、この動画を見てくださっている方にはお話ししたいなと思っていて、でそれは、その強みを見つけるべき時っていうのがあって、結論から言うと、うまくいかなくなった時に自分の強みって見つかるものだと思うんです。強みはうまくいかない時に見つかる。うまくいってる時じゃなくて、うまくいかなくなった時、普通逆じゃないのっていうふうに思いますよね。実はうまくいってる時っていうのは、正直勢いがあるし運もあるし、何やってもね、大抵うまくいっちゃうんですよ。むしろなんかうまくいってる時に余計なこと考える方が良くないぐらいですね。だからうまくいってる時はもうとにかくバンバンやりなさいと、集中してどんどんやっていくのがいいんですけど、でもですね、人ってこううまくいき始めると、なぜか余計なことをね、始めるんですよね。その結果ね、うまくいかなくなることがね、多いんですよ。どういうことかというと、多分ね、うまくいってるからいろんなチャレンジをし始めるんです。前々からやってみたいと思ってたことを取り入れてみたりとか、こういうね、新しい技があるからちょっと試してみようとかね、とかいろいろこう考えるようになる。欲が出てるとも言えるでしょう。するとですね、本当は一番大事にすべきだった自分の強みに割くリソースがね、減っていったりするんですよ。時間だったり集中力だったりというものは他のものに割いちゃうからですね。だからこのできてたことがうまくいかなくなった、これがね、自分の本当の強みを見つける一番いいタイミングです。一般的にこう強みが見つかりそうな、うまくいってる時っていうのは結果的にうまくいってるだけなんですよ。結果がうまくいってるからといって自分がやってること全てがまとえてるとか正しい効果があるわけじゃないんです。それに多分自分もうまくいっちゃってるから調子に乗っちゃったりね、気が強くなったりして自分のことを等身大で見られなくなっています。やっぱりうまくいかなくなった時こそが強みに気づくチャンスなんです。強みは引き算で見つける。では実際にうまくいかなくなった時、どうやって強みを見つければいいのか、それは引き算です。本が売れてる時だったり仕事がうまくいってる時って、さっき言ったみたいにいろいろと足し算しがちなんですよ。あんなこともしてみよう、こんな工夫をするといいんじゃないかなっていう、チャレンジ精神旺盛になりますよね。するといつの間にかうまくいかなくなると。でしかもいろいろ足しすぎちゃってるので、何がダメでうまくいかなくなったのかとかも分かりにくくなってるんですよね。だからことはそうやって足していってしまってたものを一個一個引いていく番なんですよ。自分がうまくいってた時、むしろどっちかというとうまくいき始めてた時という
そういう時に無意識に一生懸命やってたこととか、大事にしていたこと、こだわっていたこと、そういったものをちょっと探してみてください。成功してからじゃなくて成功前夜の方が多分ね、見つかりやすいです。おそらくそれはそんなにすごいことだって思ってなかったこと、もっと頑張んなきゃって肩に力が入ってなかった頃、そういう時のことは正解に近いんじゃないかなと思います。例えば僕の例で言うと、独立当初最初から売れるっていうことにはこだわってやってきたんですけど、途中から今以上にさらに売れるためには自分自身がもっとレベルアップしなきゃいけないって思うようになったんですよ。とにかく自分がいろんなスキルをね、もっと身につけようみたいな。なんでそんな風に考えるようになったかっていうと、一緒に仕事をしてくださってる著者さんとか編集者さんとか営業さん、書店員さんとか、ライターさんとかいろいろいらっしゃるんですけど、そういった方々がすごくいい仕事をしてくださってる、むちゃくちゃいい原稿を書いてくださったり、むちゃくちゃね、宣伝に力入れてくださってるのに、まだ何かが足りないっていうのであれば、もうこれ僕しかないでしょうって思ったんですよ。僕の実力不足だなと。そう思って頑張ってたんですけど、結果的にそれはね、自分のことを過信しすぎだよなって今思うんですね。自分のことというか自分の役割というか、それを過信しすぎていた。過信しすぎな上に、今の自分でいいんだって思えるような自信も持ってないので、自己矛盾してますよね。なんで過信かっていうと、僕がパワーアップしたらもっと方が売れるっていうのって、お前の力ってそんなに偉大かと、お前が果たしてる役割ってそんなに大きなものなのかと。本ってね、みんなで作ってみんなで売っていくチーム戦というか、集団でやっていく作業なんで、僕一人が果たしてる役割が、そこまで大きいはずないんですよ。むしろその今まで通りに企画のコンセプトを著者さんとしっかり向き合って見つけていくとか、著者さんはじめといろんな方々とパートナーシップ組んでいくんですけど、そういった方々との信頼をしっかり構築していけるような関係性を大事にしていくとか、そういった自分の分をわきまえた自分の役割にしっかり徹しつつ、その中身をより純度高くやっていく、余計なことをしない、考えない方がいいんじゃないかなと思うようになってきたんですよね。僕自身はその最初はやっぱりこう売るのに直結する力を身につけなければと思って、今までやってこなかったウェブマーケティングのことを学んだりとか、SEO とかもね、学んだりしたんですよ、プロのことで。それで実際に僕ができることとか多分増えたと思うし、それ自体に後悔はしてないんですけど、その時それのおかげでね、本の売り上げが伸びたかって言われると、そんなことないと思うんですよね。単純に企画とか著者さんと向き合う時間、深さを保つ、キープするっていうことが大事だったんじゃないかなと今は思います。多分思うに、僕は独立当初からすごく一つ一つの企画に丁寧にというか、贅沢に時間を使って向き合ってきたなと思うんですよね。そういったことに気づかせてくれたし、もっと言うと出版社を独立した時って、本をより多くの人に届ける仕事だけをしたい、それ以外のことになるべく時間を割きたくないっていう風に考えて独立したはずだったのに、ちょっと忘れてたかもしれないなって、余計なこといっぱいしちゃってるというのがまさになんか本末転倒だったなと思ったんですよ。もちろんね、正直これも含めてまだまだ僕自身が途中経過です。僕の強みもまだまだ模索中なので、自分の強みなんて、ね、まだまだ仮です。見つかってないです。10年後全然違うこと言ってるかもしれません。もう今日のこの動画を全否定してるかもしれない。この仕事を引退するまでには、一緒にこう仕事をしてくれた人たちに、西田さんの強みってこういうとこっすよねって見つけてもらえるようになってたらいいなっていうふうに考えてます。それぐらい緩くていい気がするんですよね。でもっと言うと、以前ちょっとある人に言っていただけた、西浦さんが作った本より売れてるものとか、西浦さんが関わった本よりすごい本って多分世の中にはあると思うんですけど、私は西浦さんがそのプロデュースされたあの本がすごい好きだなと思ってますよって言ってくださった人がいて、それだけで十分な気もするんですよね。強みというか、それ言ってもらえたことでもう良くないかみたいな。なので、強みを見つけたいなら、いろいろやってからうまくいってた時のケースを引き算していく。この方法がおすすめです。自分の武器っていうのはね、案外シンプルなものですし、うまくいってる時はね、自覚もなかったりするんですよね。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ていってください。セミナー、対面相談、プロデュースは概要欄から。